炭水化物250なんだ。3倍だよ。いったん、あ、お疲れ様です。今日はちょっとまた実験。はい、実験です。足場の、まあ、ワンスパンがどれくらい耐えれるか。結構あのゼネコンとかそういう350じゃん。いや、大きいところ行くと250キロとか。安全荷重、そうですよ、安全荷重は250キロ。250キロ、ワンスパン。今実際にあそこに材料置いていくんだ。置いていきます。タブロックって、まあ、一番重いもんですから。足場材料サブロック、足場置いてあるね。サブロックバーッと積んであるんです。あれ全部1本何キロなんですか？1本 13.8 で、1本 13.8 で100本で100本で1380キロ1380キロで1トン半ぐらいな。いや、1トン3ぐらい、まあ、まあまあ分かっとるっつうんですよ。1300キロがお前約1トン半だなって言っとるのに、1300キロが1トン半とイコールのと思ってないよ。はい、そんな風に思ってないよ。はい、やってみましょう。小学校の時のお前算数全部20丸だったよ俺。はい、やってみましょう。中学校行ったらずっと1だったけど、小学校の時ずっと20丸だったよ。数学に変わってたよ。数学に変わってたよ。そこは分からなくなったよ。なんか森さんのなんか印刷ミスみたいなやつ出てきてから、ちょっと分からなくなったよ。こうやったの、なんかこうやったのシュッてピッてしないあれぐらいからちょっと分からなくなったよ。あれみたいな、先生森さんの書き方間違ってるよ、森さんこういう風だからってクシャシャって書いて雑になったらダメよって。まあ、職人さんは分かっとるけど、あの一般の人に言っとくよ。これアンチあるでしょ。アンチってここっすね。ここね、床ね。はい、この床の材料はこの木の上に置くじゃん。どこに荷重がかかるんですか？最初はアンチですね。アンチにかかるけど、ね、両サイドにかかるんだ。で、これ真ん中にボッパタガク置いて、スースパンみたいなもう一撃にいちゃう。一撃でここが下がっちゃうんだ。ここ真ん中で下げるね。それはもう一撃だわな。で、持たないんで。絶対持たない。だって、まだ根元じゃん。まだ根元の方が強そうじゃん。見て、視聴者分かる？分かるんならコメント入れろ。お前ら。まだアップされてないです。アップされてから。まだアップされてない。分かっとるってよ。カメラからアップロードしてないよ。俺はそこまで機械落ちじゃねえぞ。携帯でライブやっとんじゃん。でも。入れろ。ああって入れろ。多分僕の椅子ですよ、うん。ここが折れたら、うん、もうここも折れますね。あ、一緒に持ってかれる。一緒に持ってかれる。ダダダダン。そうです。そう。スーパーマリオのブロックが崩れていくみたいに、ピシピシとか言って、ピシピシとか言ってジャンプするためになくなっていくみたいな感じで、逆バージョンみたいな、ピシピシピシ落ちてく。これちょっとブレス抜こうか。そうしたら危ないで、はい、ちょっと視聴者の皆さんちょっと休憩しといて、コメント入れて休憩しといて。ぶっちゃけでも俺酸素めちゃくちゃ良かったの。すごい。本当ですか？本当ですか？俺ずっとオール1だったけど、あの算数学だけ5だったの。ずっとちょ、本当やで。お前笑っとんの？お前笑っとるの？別に5とかいいとこ笑うとこじゃないくらい。何で笑えるの？何笑えるの？お前11だったって言ってたのに。そうそうそう、まあまあ別にそう、俺1じゃなかったもん。それ普通に普通に本当ドラドラなかったよ。めちゃくちゃ塾も行ってたし、はい、キャプテンだしな。ラグビー部のキャプテンだしな。本当に本当だよ。それは本当ですか？あ、それは本当。それでも本当、それは通知用と何の関係もないから、必死に俺が中学校で優秀だったことをアピールしてるけど。なんで予想ではブロックじゃないって言って、って最後下まで下までって1250キロぐらいは俺持つんじゃないかなと思って。あ、本当ですか？じゃあ僕ちょっと余裕もあれして1トンぐらいですかね。僕は1トン1トンなんで、じゃあやってみようか実際ね。じゃあこれ絶対あの現場でもあれ死んでね。はい、じゃあまず、はい、何本これ？これ56本ですね。これね、56本だって、まあ、数式で取ると思うんですけど、780キロ、780キロ前後、まあ、780キロをいきなりいく。安全荷重250なんだ。これ3倍でいける。いや、その3倍ぐらい持つんじゃないかな。最悪これで一撃でいっちゃう可能性もあるね。あ、もう一撃でもう3倍超えとるんだね。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、いきます。ゴーいきなりいったらお前サムネ取れへんぞ。いや、多分いかないと思うよ。ちょっと、アピールするねお前。アピールするね。ちょうど真ん中にいねえだろうねな。もうちょいこっちないか。真ん中の方がいいだろう。真ん中の方がいい。はいはい、あ、爪っぽをちょっと持ってたやつ。ああ、こっちだよ。はいはい、ちょい引き、はい、 OK ですか？逃げない、逃げるよ、危ないぞ、逃げます。
と口倒れみたいにしてまさかのないな。あ、全然行った。あ、まだ、あ、あ、行ったんじゃん。やっぱ楽勝って、もう3倍はいけるわないって、はい、はい、こんでこれで1トン1トン一応300プラスなんで、よし、行ってみようか。はい、いや、これでももう安全管理の4倍やでね。4倍っす。はい、行ってみましょう。はい、レッツゴー。行きます。消せるよ。お、持つか。あ、持った。なんか全然いけそうっすね。全然余裕の気がするけど、行ったら一気だね。来たらバーン。あー、もう この足場が先に持たんそうだな。あ、本当に絶対真似しんようにね。良い子は真似しんでよ。真似したらこれ、ね、俺は良い子じゃないでいいけど。あれ怖いな。次めちゃくちゃ怖いな。はい、急遽ですね。なんか、はい、爪があれ以上上がらんかって。そうっす。24本一回先乗して OK やったでしょ。で、あれを一回また下ろして、今度48本分を一回乗せます。そうすると何倍になるんだ、はい、104×13.8 は約1400キロ。ってことは、はい、1トン400に挑戦。はい。で、これだんだんちょっともう上上げていけるので、毎回下ろして3段にしたり4段にしたりしたりってことね。はい、よし、行きましょう。はい、気をつけろよお前。行きます。はい、離れましょう。はい、うん、危ない危ない。うわ、揺れとった。お、行った。行きましたね。行ったな。はい、一回下げようか。いや、でも俺横に崩れると思うんだよなこれ。一応あの視聴者って気づいてると思うんですけど、ブレス1本入れたんですよ。これで5倍、まあ、2トン車ほぼ、ま、フル満帆の後ろってことだもんな。そうですね。これはボタンだろう。さすがにないじゃん。なあ、もう見るからにヤバいよな。見るからにヤバいっすね。見るからヤバい。うわー、行ったぞ。どうなる、どうなる、どうなる。ミチミチ行っとるな。お、ちょっと開いた。お、ポーンでパーンいくぞ。おー、いったね。はい、このそうです。ちょっと長引いたね。暑いし、なかなか崩れてくれんし。まあ崩れろよ。もうこれ全部いっちゃったんですよ。これでもう2トン、だって安全荷重250、まあ2トンぐらいか。124プラ20、148本ですね。148本。はい、148本。まあこれでもう終わろうか。はい、まあこれ崩れんかったら、もう崩れないと。崩れないと10倍ですからね。そうそうそう、もうこれ以上乗せると危ないよ。危ないです。さあ挑戦いきます。足場は勝つか、ミッチが勝つか。奇跡の対決始まります。よろしくお願いします。いきます。おー、持ったね。2トン約10倍。あ、ちょっとシュールな感じになってしまいましたけど、崩れず、視聴者のね、崩れるのを期待をしとったと思うんですけど、そうですね、まさかの崩れませんでした。ただでも危ないですね、残り以上やっちゃうとリストで。ちょっと危ないな、はい、重機かなんかじゃないの。はい、詰めてくっちゃうな。そんな感じです、視聴者の皆さん。はい、一定に2トン何百キロは持つよってことね。そうですね、まあちょっと数字は出とると思うんですけど、はい、
まあ、持つけど、まあ、絶対現場でやったらあかん、ね、これ本当、まあ、崩れてもいいじゃん。もう相当揺れ方が危ない揺れ方でしょ。体重くらいますか、必要なかった、そこはもう勘違いしたから、こんだけ乗しても大丈夫だじゃなくてね、はい、相当の人でいいっていうのかもあるし、はい、もちろん、はい、じゃあ安全にこれからもよろしくお願いします。お願いします。また見てね。また見て。あ、チャンネル登録といいね忘れんで。チャンネル登録といいねよろしくです。よろしく。